麦わらの声優陣みんなの記憶に残る伝説のセリフ間違い。これを超えるものがないんです。ニコロビンなんですけど。え、ロビンが、はい、素敵なこのね色っぽいいい声で、はい、古代兵器の設計図、はい、古代兵器の設計図、うん、これを言い間違えました。なんと言い間違えてたでしょうか。お考えください。古代兵器の設計です。古代便器古代便器言葉数とかは合ってるんです。全部言いましょう、はい、私の口から言いましょう、はい、巨大世紀の設計図巨大世紀の設計図持ってます持ってますちょっと全然違う。山口さん持ってるんです。それロビンがこんなこと言わないですよ、ね、ひどいでしょう。巨大世紀の設計図持ってますよ。持ってますっていうのは前半部分なのか後半部分なのか前半の、うん、古代はなかったんです。なかったなかったなかった。兵器の設計図、兵器の設計図っていうセリフを世紀のへまで言って本番で止めたんです。もう自分で間違えたって気がついたんですね。ほう、だから兵器の設計図というべきところを世紀のへって言ったんですいい声でもう一回言ってもらいましょう。こんなこと言ってもらえるんですかいい声でアクシデント以外で聞けるんですかこれ。再現いたします、はい、するんだえ、世紀のへちょっとびっくりした感じで本当恥ずかしかった。しかもなんかイメージ的にですけど山口さんが言ったっていうのが面白いですよね。そうロビンがっていうのが、ね、しかもまだロビンが仲間になってない時で、すごい澄まして、スタジオの中でも私距離を取って澄ましていた時なんですよ。なるほど、アラバスタぐらいの時のそんな時あったスモーカーをやってる大場さんがナレーションもやってらっしゃるんですけど、スモーカーやってる割にすごく肺が弱いんですよだからだいたいよくあのスモーカーがタバコ吸いながら喋るシーンの時に突然むせ出して